さあ、ということですね、佐々木厚美のオンラインサロンですけども、ゲスト、この方、ニールセンさんをお迎えして、行っておりますけれどもですね、前半戦がほとんどですね、ニールセンのヨタ話で終わってしまったということですね。なかなかうまくいかないもんですね。なかなかうまくいかないもん。これはね、本当に屈強なですね、なんですか、この業界にですね、思いを馳せる、興味のあるですね、方々が集まってるんですね。お前のですね、苦労した嘘ついた話がどうでもいいってですね。もうちょっと。経歴立ち方って言うて。もうちょっと専門的な話をしたいと思います。まあ、テレビの美術をやりたくて、たまに、まあ出てね、入って、それで、まあ、3ヶ月で辞めて、それで、しばらく、あれかい、もうお笑い関係の舞台の仕事ですね。もうほぼ。まあ、そっからやっぱりニールセンがこうな、俺もやっぱニールセンの名前を、知るようになったのが、そのやっぱお笑い方面からのその ものだったりしてて、やっぱ設楽、バナナマンの設楽さんからよくニールセンの話は聞いてたり、ああ、まあもちろん大倉くん、作家のね、大倉くんからも聞いてたし、俺やっぱ衝撃的だったのは、ニールセンの名前は知ってたんだけど、アンガールズ、仲良しアンガールズのライブに、はいはいはい行った時に、アンガールズの単独ライブのオープニング映像かなんかで、なんだっけ、トランスフォーマーみたいな。トランスフォーマーの F1 の、ね、トランスフォーマーが、車がロボットになるみたいなの、ダンボールで作って、それは山根と田中が中に入ってやってた造形を見た時に、俺衝撃を受けた。これなんだって、誰作ったんだって思った、2年生のね。そうなんですよね。わあ、びっくりしたな、作品は。衝撃的だった。もともとちょっと PV でもうすでにトランスフォーマーやってたんです。その、スチャダラのやっぱ PV で、ヘイヘイオールライトっていう。スチャダラは大根さんの流れ？大根さんの流れですね。うん。なんか、そこで、まあ、いろいろやったんですけど、今回じゃピタゴラスイッチ風的なことをやってとか、いきなり言われるんですけど、まあね、ピタゴラスイッチって本当微調整命で、あれ。そうだよね。いや、そうだよ。ピタゴラはもう大変だよ。本当うまくいかないんですよね、あれ。うまくいかないね。カット割りすりゃさ、それはいくらでもいいけどさ、カット割りしねえからね。はい、カット割りしないんで、うん。で、それはディスコシステムっていうまたちょっと作品で、うんうん、ちょっとね、なかなか面白い発想で、なんですか、シャダラッパーのああいう、セドラパーじゃない、ピタゴラスイッチ的な、ああいう、なんですか、自動的に動く、進むメカニズムに、ちょっと適当なもんを加えるって、ちょっとなかなか面白いことをやってるんでね。うん、なんかちょっと暇があったら、皆さん、YouTube に落ちてたりするんで、見てもらえる。ああ、もうね、これ興味ある人ばっかりですから見ると思います。俺で言ってたアンガールズのやつも上がってんの？あれはね、アンガールズプロっていうライブのやつ。DVD か。あれ DVD か、はい。あれ上がってないんで、まあもしかしたら、どっか、映像化されてれば、なんかダウンロード。多分ね、アンガールズプロはね、DVD になってるから、はい、いや、もうね、ぜひ見てほしいですね。まあ、ニールセンの作品ね、見たいって言ったらキリがなくて、ね、もうそれはあれなんだけども、やっぱしばらくあれだよね、やっぱお笑いライブ、お笑い芸人に、非常にこう重宝がられてて、そうですね。そこに寄りつく人間がいなかったんだよ。ねえ。だから、まあ、大倉くんがいつは、なんだっけ、大倉くんのユニット。チョコレートハンター。チョコレートハンター。一番最初は。ねえ。で、そこで、やっぱりあれでしょ？そこにいたのが、誰だ？日村さんとか、バカリズム。いや、あれ、ラーメンズと、うん、あと、大倉と、東京ゼロさんの前の、アルファルファ。ああ、各店がまだいないんですよね。豊本とサトシだ。はい、うん。はい。っていうユニットがあって、これが後に全員オリンピック関係で、まあちょっと、ちょっと一個流れちゃいましたけどね、ケンタロウのは。そうそう。そうだよね。でもみんなそうだよね。やったもんね。ああうん。いや、もう すごいことですけども。で、そっからやっぱ大倉くんから、まあ経由で、バナナマンとかバカリズムとかに広がってくんだよね。とか、あとはまあそのテレビ番組ですね。その当時、BS っていうのが、やっとデジタル放送が始まる直前ぐらいの時に、
その、だからうち、もうだからデビューの時にもう16対9の画面だったんですよ、もうすでに。ああ、そうなんだ。その時だからまだデジ、2011年になる前、2009年とか、なんだ、2000年なんで、多分、その、ちょか2002年か3年ですね。その、BS のそのデジタル放送にのエポック TV スクエアっていうバナナマンと、おぎやはぎ。おぎやはぎの番組、コント番組を、が多分僕のデビュー、テレビデビュー。いわゆる冒頭のオープニングかなんかのジオラマみたいなのかあれ。ジオラマですね。はい、ね。ジオラマ作って、それで、まあ他にも、それはファーストシーズンの方で、セカンドシーズンはコーナーの、その劇中のイラストとかアニメーションだったんですけど。エポックメイキングスクエアは俺も DVD 持って、エポック TV スクエア。エポック TV スクエアね。エポック TV スクエアは俺も DVD 持ってるけど、名作だよね。あれ、ちょっと、当時、編集上、編集上で聞いたんですけど、当時、ちょっと、なんですよ。そう、デジタル放送の視聴率の集計システム面白くて、うん、なんか、あの時まだ多分東京タワーの半径100メートルでしか受信できなかったんですよ。デジタル放送が。そうなの？試験放送で。だから、視聴率がもうないに等しいんで、なんか、ノートを渡すんですって、見てそうな人に。うん、で、何見てたかをノートに取らして、それを提出すると、それが視聴率調査で、うん。アナログ。すごいアナログ。うん。あった時代に、そう、そんな番組だったんで、とにかく制限が全然かかってない。とにかく誰も見てないから。まださ、あと予算もなんか、ちゃんとやってたよね。かけてたよね。今でこそ BS ってさ、ほとんど金なんかかけないけどさ、当時はまだちょっと実験的な部分があるから、ちょっとお金出してたりしてたよね。まあ、そうですね、当時バナナもオギアもまだ若手だったからね、そんなに、予算もかかんなかったのかもしれないけど。あれは、脚本は大倉くん？脚本大倉ですね。うん、演出は？演出は、すみません。いや、福本さんっていう僕が最初に出会ったディレクターなんですけど。日テレの方かい？いや、フリーなんですよ。ああ、そうなんだ。へえ。あれよくできてたよね。まあ、いわゆる大倉くんが好きな、なんだっけ、コメディ。はいはいはい。ね、その場で、芝居と混ざった、ルーシー、はい、古くはルーシー賞、奥様は魔女から始まる。もう知っとくの、ね、知っとく。あの手のシットコムの、ね。笑い声、観客の笑い、もう笑い声、ガヤも全部拾ってって。大倉くん好きだもんね、シットコムはね。本当に。この間も03でね、はいはい、漫画みたいにいかないとか、あのあたりでシットコムやったけど。まあまあ、そっから、だから、俺はね、やっぱ設楽さんと仲良くて、設楽さんからよくニールセンの、まあ、ニールセンの何聞いたかって作品にどうこうじゃなくて、ニールセンの人間性というか、ボケっぷり、ニールセンの人としてのダメっぷりとボケっぷりをずっと聞いて、ずっと設楽さんから聞いて大笑いしてた記憶があるけれども。ね、うん、ああいうもうコミュニケーションツールだから、なんか、あれ、ネタを、話す人が自由にいじっていいっていうルールになってきたから、なんかもうそれ、誰かの人格が合わさって、なんか英雄譚みたいな感じで、そもそも違う人と違う人の話なんだけど、これはもう一つに なってしまってみたいな。そうね。そうね。もう。そうね。うん。そういうなんかフリークスみたいな感じになって、エピソードが。うん。で、だんだんやっぱテレビ、の仕事も徐々に増えてきて、デザインだったり、イラストだったり、まあ、いわゆるコンセプト、アートコンセプトだったり、みたいな仕事が。それよりね、なんかね、テレビ業界入って思ったのが、うん、アートディレクションやる人がいないんだな、ここの世界。アートディレクターっていう肩書きが、実は、広告とか、紙媒体に比べるとないね、テレビには。いや、なんか最初本当にこんなわけもわかんない自分の仕事で、うん、で、ずっと食えてたんだけど、これなんか理由があるなってある日ちょっと思い出したんですよ。うん、で、なんかよく起業した人の話とか聞くと、自分はこういうサービスが世の中にないから、こういうことを提供したら、これお仕事になるんじゃないかと思ったっていう、よくエピソードで話すんで、それ的な考え方したら、なんで生き残ってたんだろうと思ったら、やっぱりなんかこれアートディレクションをやる人がいないな、この世界に、と思って。実際はアートディレクション専業じゃないんですけど、僕は。だから、どこ話しても、その、
アートディレクション的なことって結局編集所でディレクターがやる判断ですよね。あと、編集、センスのいい編集マンが組む画面が多分アートディレクションなんですけど、結構これって危ういじゃないですか。その、ずっとコンスタントに、いいものが作り続けられるかっていうと、割とそこを、割と結構まぐれ、なんだろうな、いや、だから、ね、ポストプロダクションで、その、加工作業するときのオペレーターのセンスってのはすごい大事で、もう下手くそに当たるとアウトだからね。うん、センスねえのもやっぱりいるから、はい。玉石混交だからさ。全然伝わんないな、これ言ってることが結構あるんで。そう。だから俺なんかはもうオペレーター、要するにポストプロダクションのオペレーター俺も決めちゃってるから、まあそいつもなんか、うん、忙しくなっちゃって、もうなんか俺ぐらいの仕事しかやんなくなっちゃったようなぐらい、なんか、偉くなっちゃったんだけど、でも、決めないと、もう、ほんと大事だからね。うん、だから、絵作りするときとか、コンテ僕書いたりするんですけど、そのコンテ書くときにも、その人にもう当てて書いてて、その人、この人だったら多分伝わるだろうな、この表現って当てても書いてたりするんで。そうだよね。そう、だテレビはアートディレクションっていうのがなくて、基本的にやっぱデザインも何もかも全て決定権はディレクターが持ってるから。だからこのディレクターが全くここ理解できた。まあだからディレクターがそれを信じてないって言い方が多分合ってるかなって。その、こういうことをするのが、かっこいいって信じてる人、信じてない人っていうのがいて、で、信じてない人にもう会ってしまうと、まあ、例えば絵の力を信じてない人って、もう基本的には全部演出、編集で、ここは全部絵が作れるんだと思ってると信じてるから、うちは例えばここでイラストこういう風に挟んだりとか、こういうデザインやるとかっこいいよ、結構それでも見れるよっていうこと言っても、なかなか信じてもらえないんですよね。っていう、だからそこの感覚、なんだ、共通言語持ってる人とか、同じ、景色が見れる人、同じ解像度が高い人と出会えるかどうかが結構、いいものを作り続けられるかどうかも大事な、なんですか、要素かな、出来事かなと思いますけどね、本当に。いや、だからまあ、ともすればさ、俺なんかやっぱアート好きだし、そういったのあれだけど、ともすれば、そういった方面、あんまこだわんない演出。ディレクターとかもいるじゃない。いや、いますよ。あと、こだわるの寒いっていう人がいて、なんか、デザイン本とか見せて、おい、こんなかっこよくないですかって言ったりしたんですよ。たぶん、なんですか、プレゼンっていろいろで、例えば、美術会議の時に番組作るって企画が起きた時に初めて見せる人もいるし、こんなのやりたいんですけどって人もいるし、普段の何気ない会話の中から、俺、こういうの好きなんですなんて、コミュニケーション取ってる人もいるんですけど、とにかくその、どういうコミュニケーションを取っても本当に寒いっていう人いるんですよね。そのこういう、いやーそれかっこよすぎる寒いよって言ったりするんですよ。で、終わってるね、もう。クリエイターとして終わってるね、その発言。びっくりするほどダサいの作るんですよね、いや、ちょっと、いや、だから、ほどがあるだろう。見やすいとか、理解しやすいとかね。まあ、そういったなんかもしかしたら、こだわりがあるのか。僕は信じてるんですけど、実際言うと誰も求めてないんですよ、それ。うん、それはもう、ちょっともう、すでに、もう、野暮だったりとか、もう、そんなの、視聴者からすると、いやいや、そこまでしなくたって、うちらもわかるよ。野暮だよ、それっていうところまで踏み込んじゃったりとか、そもそもそんなサービス求めてないよ。みたいなことも結構あったりするんですよ。うん、で、うちはもうそういうのを、もう廃して、もう基本は何がやりたくない、何がやりたいかわからないときは、とりあえずやりたくないことだけ上げてって、それをまず潰していくっていう作業。うん、でも、そういうセンスない人と会うと、まあ、いろいろやりたくないことをやらされるんですよ。うわ、それはないよ、とか。まあ、例えば、なんでしょうね。やたら文字を、縁をつけたがる人ってのがいて、やたら白縁とかつけたがる人がいて。うん、エッジって言われるもん、ね。エッジを立て、うんそうですね。とかやるんだけど、そんなことしなくても、色の差で全然見れるから、レイアウトとか、わざわざそんな派手な縁をつけなくても全然できるし、とか。もう、とにかく、本当言われますよ。例えば、とりあえず黄色使ってくれっていうディレクターがいて、黄色派手だから、黄色使ってくれっていうディレクターがいて、これなんでこんな、なんでこんな人が画面作り全部仕切ってんだろうと思ったりとかして。いや、確かにそうだよね。今やっぱテレビ界って、まあ、いい部分と悪い部分両方あるけど、やっぱ、絶対的に全てのこう、部分っていうのはディレクターが軸になって、
決定権がディレクターだったりするからね。早いな、決まるのがいろいろと思って。世の中でいろいろ起こって、企画から起こすまで早いな、こういうことをやってる、システムを取ってると、と思ったりするんですけど。ただでも そいつだけに一曲集中しすぎて、そいつがセンスなかったらもうアウトっていうね。あと、まあ、なんちゅうね。やっぱ後に、これを放送しっぱなしで、消費物、なんだろう、消耗品として扱うと、もう一回見たらもう再放送もやんないよっていうので作るか、後にパッケージにして、ゆくゆく、何年も見てもらえますよって作り方だと、やっぱりその、さすがにこんな仕上げするのダメだっていう、ちょっと必死で守んなきゃいけないって感じたりする部分があったりとか、あとは、何ですかね、その、パロディよく要求されたりしたのだし、ただ、自分の中で、自分的な感覚で言うと、パロディって一個も自分の手元に残らないんで、パロディのいろんな構造的な弱点があって、まあ、例えば、許諾を取ってないパロディって基本は、世に出せないんですよ。見せらんないんですよ。その、誰の許可も取ってないけど、何っぽい、あんまりにも似すぎてるやつとか要求されるけど、それは結局世に出せないから、なんでしょうね、その、宣伝するとき何の力にもなくて、なれなくて、あとそのパロディだから、そこの作品がやってた、様式とか、その、演出のパターンとかを踏襲しなきゃいけなくて、いろいろ新しいアイデア浮かんだんだけど、元ネタではこの範囲に留まってるから、こっから出ちゃうと、ちょっと、パロディではなくなってしまうっていうところから、いろいろやりたいことがあるんだけど、踏み込めない。そうそうそう。とか、例えば、なんだろう、うちがよくアニメのパロディやらされるときに、最近のいろんなアニメの新しい技術があるんだけど、うちがパロディやってるのは、70年代の古いアニメのパロディだから、どうしてもその新しい最新のぐいぐい動かしたりとか、そういうエフェクトかけるのはちょっとできないとか、なんかパロディならではの弱点があって、だから、うち、ちょっと、まあ、あと、とにかく財産にならないんですよね。真似することで、まあ、覚えられることもあるんですけども、それもまあ、ある一定の時期なんで、やっぱり、ちょっと、いろいろ、あんまり付き合いすぎるのもなんかな、と思うようになってきて、最近。そう、まあ、そうだね。だから自分のやっぱ、アートディレクターとか、いわゆるクリエイターとしての、ポジションも大事だしね。やっぱ、まあ、ここ最近、こういった、そういった、こう、なんか、ライツとか、そこら辺のね、ものも、やっと確立されつつあるんだけど、まだまだだったり、きっとするからね。まあそういうものもちょっと大事にしながら、まあ自分の作品残していくってことが、まあいかに大事かっていうことなんですけども。今はテレビと舞台とどれぐらいですか？半々ぐらいですか？やってるの。いや、でも圧倒的にテレビですね。やっぱ舞台って基本全くお金にならないんで。まあ確かに。いや、本当に全くですよ。確かにな。だって昔だって、なんだろう。一回のライブで15,000とかギャラが。あと30,000とか、それ1ヶ月全部関わって。とかいうのザラだったんで、やっぱそれだとさすがに食えないんで。そうだね。今でもそんな潤沢に、そんなお金はみんなもらえてないから、もう行ったらその、粋に感じていい仕事をするっていう世界なんで、やっぱり。まあでもさ、なんか、ね、まあ少しずつ良くなってきて、今まあちょっとこのコロナの時期であれですけども、やっぱ、ももクロでね、アーリンのやつ一緒に、まあ大倉くんとやらせてもらったことで、やっぱまあももクロっていうのは広がる影響力が、やっぱ強いので、そこからいろんな人たちに届いて、感じましたね。なんかその、ただひたすらいいもの作ってれば誰かに届くんじゃないか幻想は、まあそういうのはあんま持ってないんですけど、やっぱり、ももクロの仕事やって思ったことは、一回はステージに立たなきゃダメだと思います。どんなにいい仕事をしようが、やっぱり誰かに伝えるためには、一回は思ったところに立たないと、どうしても、理解してもらえないよっていうのは、ももクロのその、言った一連のホワイトボード作品をやった時に思いました。ももクロっていうステージに立たせてもらって。いやー、そうですね。まあ、あれが大きくて、まあ、で、まあ、その、なんだろう、まあ、2世の芸風というか、
まあ、奥楽のネタも相まってだけど、あ、まあ、あのね。もう普段から早書きはよくやってたんですよ、その。もう本当、あの、企画会議中にもうイラスト描いて、もう、そういうところで見せた方が早いと思ってたんで、そういうのを見せたりするっていう遊びではよくやってたんですけど、ちゃ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 っと書いちゃうっていう。でも、結局、まあ、あれで、あの、なんだ、アーリンのソロコンでね、いわゆるアーリン講座やらせてもらって、はいはい、で、それを見て面白がった、某代理店のやつが、そうですね。これはいいってなって、で、アーリンがね、免許取るのを引っ掛けて、ね、鈴木さんの CM の動画の方で、はい、アーリンの妄想カーライフっていうのをやらせてもらって、で、今度そこから派生して、ね、例の、そうですね。ね、もうやらせてもらって、で、もう公開になってるからいいんでね、つい先日、三菱、はいはい、某、あ、そうですね。三菱冷蔵庫の、そうですね。アンさんでやらせてもらったっていうね、はい、CM の方にもこう、結構広まってきてはいるから、まあこれはこの、まあホワイトボード芸にとどまらず、こう、まあニールさんでやってきたことが評価されてきてるっていう。ことで、まあ、なんか、少しはこう明るいこう未来が、ね、足立区で、壊しの、そうですよ。解体作業から始まって。鹿浜橋のドンキーコングと言われた、この壊し屋が、作る方に ね、回って、しかも、もう、絶対履かなくていいですから。絶対履かなくていいですから、ね。もう、堂々とスニーカー履いてもらって。スニーカー履いてもらってね。ねえ。まあ、どんどんこれからもいろいろやっていきたいと思いますけども、まあ、ニルセンも忙しいと思うんだけど、僕がやってるコンテンツも僕はニルセンの作品大好きなんで、僕、これからニルセンにもたくさんやってもらいたいと思ってますけど。ちょっと映像を覚えたいんですよ。おうん、映像の、まあ、組だけ。だから、ほら、今、ちょっと止まってるのあるじゃないですか。架空実況。止まりすぎだよ、お前。止まりすぎだよ、お前。清野さんが実況してたよね。はい、今止まってんのって、長州力とヒクソングレイシーだっけ？長州力対ヒクソングレイシー、ハブと羽生も止まってるよね。ハブと羽生同じ、漢字同じだけど読み違うやつ対決。ハブ吉春対羽生結弦ののスケート対決ですね。サロンの皆さん何のことが言ってるか分かんないかもしれない。アンエクステッドバディーズっていうので、架空実況っていうコンテンツやってて、ニールセンが全然絵描いてくんないんで、ちょっと止まっちゃってるっていうのもあります。いや、あれ、ニールセンが本当は動画覚えて、ニールセンがやってくれれば一番助かるんだけどさ、本当はさ。いや、あれ何から始めたらいいんですか？まず、なんだろう。そこだけ、簡単に。まあ、プレミアじゃない。やっぱプレミアソフト、今、俺もずっともう、10年近くファイナルカットプロってなってきたんだけど、やっぱファイナルカットプロじゃなくて、もう今時代がプレミアになってきてて、あ、そうですか。アドビのプレミアで、俺もやっと、もうやばいですよって言われて、プレミアにこの間変更して、今プレミア練習してるけど、やっぱ、ファイナルカットプロより、プレミアの方が多分覚えやすいし簡単だわ。あ、本当ですか、うん。いや、それでちょっと自分でタイミング組みたいなと思って。プレミアぐらいだったら、うちの若い奴らも教えられるんで、用があればいつでも呼んで、簡単なことは基礎教えられると思う。あ、そうですか。うん。そしたら、ちょっとね、プレミアで、ね、うん、プレミアいいと思いますよ。いいですね、うん。架空実況でデビューするっていう。お願いします。これもお願いします、本当一つね。まあまあ、そういう意味で言うと、まあね、なんだろうな、ニルセンもこう向上心が強いので、はい、ぜひいろいろ挑戦してもらってですね。俺はアフターエフェクト覚えようと思ってて、今。ああ、いや、アフターエフェクトは本当にあれも積み重ね、ちょっとずつ覚えないと。うん、そうね、うん。ぜひぜひ。まあ本当に今 YouTuber とかもさ、すげえクオリティの高い映像作るから。うん。本当に、もう負けちゃいないから別に勝負してるわけじゃないけど、まあでも最低限のことできないとダメだなと思ってますんで。まあ、いろいろ見てくださいよ、アニメとか。はい、いや、見ますよ。佐々木さん全然見ないから。まず ECW、ちゃんと90年代の ECW ちょっと見てですね。ECW めちゃくちゃ面白いですね。面白い。いや、ちょっとお前が送ってくれた映像がまあ面白くて。あ、最近さ、ちょっとつぶやいたんだけどさ、昭和の全日本プロレスが好きで、で、それがちょっともう飽きてきてどうしようかなと思ったら、もう昭和の国際プロレスが今面白くて、何を、僕、外人が基本好きなんで、全日本プロレスって未だに、見てて外人が面白くて飽きないんですね。
あの、しかも、あの時ネットもない時代だから、うん、あの、海のものとも山のものともかね、馬場さんのところに、俺すごいやつだからってメール送って信じて、馬場さんがや、あの、連れてきたらとんでもないやつだったってザラにあって、その、なんか、あの、必殺技、グレープ、あの、まだ未知の必殺技、グレープバインホールドに来たいって言って、で、その、次期シリーズに来て、見せたグレープバインホールドがただのコブラツイストをそう、そう呼んでるだけで、ママさんが、ん、ちょっと違いましたね。ただのコブラツイストでこれやられた変なもん使わされたっていう外人いっぱいいたんですけどね。まあ、そのネットのない時代ですからね、情報量がもう全く今よりもね、少ない時代なんで、まあ、逆にそこが幻想を生んで、こう、なんか想像力がかき立てられて面白かった時代でもあるんですけど。はい。国際プロレスは誰が好きなの？誰にハマってるの？国際プロレスはですね、あの、もう本当にやっぱ誰が好きってこともないんですけども、エースなき団体じゃないですか。もう、もうエースなき団体であり、当時新日本、全日本もあったんですよね、もう。もちろん、もちろん、もちろん。あの、日プロ時代に国際プロレスもありましたから。うん、だから、国際プロレスは、あの、日プロを辞めた人が、あの、作って、それで、あの、日プロが終わって、新日本と全日本に行って、で、三団体時代になるんですけど、国際は新日本よりも全日本よりも歴史、あの、古いんで。そうですよ。でも、なんといってもやっぱその B 級感ですね。その、会場の雰囲気最高ですよね。いや、最高ですよ。はい。でも、あれですよ。まあ、ストロング小林っていうのが当時 S でいて、ストロング小林を新日本に、あの、猪木のかませ犬用として、新日本に引き抜かれて。で、これいなくなったんでどうしようっつって、ラッシャー木村さんっていう、こう、もう本当にあんこ型の、もうね、いい人なんですよ。いい人なんですけども、やっぱスタートしてのオーラにはもう全く欠ける。じゃあ、ラッシャー木村じゃなかったら誰だった？今度マイティ井上かアニマル浜口か寺西勲になっちゃうっていう、そこのこう、なんでしょうね。選択肢のなさ。選択肢のなさとこう、すべてがいぶし銀で出来上がってる、あの、団体の。感じ、これね、もうね、もうたまんないでしょ。ただ、オールドファン外国人豪華じゃないですか。外国人が多くて。ルッキーいて、ビル・ロビンソンいて。あ、ルーテイズも来てましたし。あと、ジャイアント・ロシモフ。モンスター・ロシモフ。モンスター・ロシモフ。うん。アンドレ・ザ・ジャイアントも来てたし。いやいや、あれそうですよ。バロモンらしく。はい。バロモンらしく。はい。ちなみに、昨日、めちゃくちゃ盛り上がってた ECW の映像を探してたら、バロンフォンらしく、BWO がバロンフォンらしくのコピーやってて、こうやって入場してきたんですよ。でもこれ誰かわかるやついんのかって言って、あの、ハゲのカツラ被って、バロンフォンらしくの格好やってきて、ほんと BWO 面白いなーって、その ECW の中にあった、あの、コメディユニットなんですけど、あの、最近見なくなったあの、ナチのギミックですかね。はい、ナチの。あの、黒マントつけて、ハゲ面かぶって、こうやって入場してきたんですよ。バロンフォンらしくと、クルトフォンヘスか。クルトフォンヘスとね、あの、ナチコンビでこう。そう、ナチ式のハイルって言って、あの、こうやって、あの、挨拶ですよね。興味ないから、この会員の人は、この、俺らの昭和のプロレスの話で。何やっちゃって。まあ、2世、これね、面白いんで、2世、これまたやろう。今回はこれで、はい、終わりですけども、まだまだニュースに聞きたいことたくさんありますね。そうですね。ECW の話いっぱいしたいですね。いえ、興味ありますけれども。はい。はい。ぜひまた、来てください。はい、はい。で、またいろいろちょっと、こんな時期ですけれども、またお仕事の話もちょっといろいろご相談ありますので。はい。結構なんか映像を漁るとね、いろんなこう先生に出会うんで、こういろいろね、ECW だって僕の中では、趣味の面白い素材っていうか、こういう、なんだろう、絵作りの、に参考にして結局は仕事に生かそうと思って見てるんで。わかりますよ。それが大事なことです。もうあらゆる趣味、あらゆる思考、あらゆる遊びは全て僕ら仕事につなげないとダメだと思ってるんで、はい、もうその通りでございますんで。もうスタートは遊びなんと思ってる。わかりました。もう、はい、おっしゃる通り。僕もそうです。はい、ということで、会員の皆さん参考になったでしょうか、うん、ということで、本日のニールセン君との対談は以上になります。またこれ面白いので、第2弾どっかでやりたいと思います。ということで以上。ニールセン君ありがとうございました。はい、どうも。お疲れ様です。お疲れ様でした。